今あれですね、楽しみだね、シーズン始まる前で、すごい。で、去年群馬で群馬をメインに滑って、で、今年は12月にスイス行けることになって、で、12月から1ヶ月スイスで滑り始めがそれだから、それが一番去年と違う始まり、スタートで、すごい楽しみだみたいな。どういう風に見ようっていうのかな。2009年に群馬で滑れることになって、で通い始めて、で昔一緒にこう大会とか夏のこうトレーニングしに一緒にこうしてたタツくんとかバシくんとかケンちゃんとかと一緒に久しぶりに会えて、そこで山を滑って、いやすごい楽しかったね。昔こう本当始めた頃みたいに本当スノーボード面白くて、山にで滑ってた時のよう な感覚が、なんかもうとにかくスノーボードしてて面白くて、でタツくんたちに久しぶりに会ってもこう昔と変わらず今でもこうめっちゃスノーボードしてて、でなんか一緒に滑って、楽しかった、単純に、その時はサージクルーと一緒に動いていったら、もっと今までと違った動きもちょっと頭の中にも考えられたし、なんかもうやりたいことが増えたかな。今までと違って自分でこうやっていきたいなっていうのも増えたし、いや乗ってみて最初やっぱ他のメーカー乗ったことなかったから、最初ちょっとちょっと不安みたいなのがあったし、でも乗ってみてもうその一本で、あいいなって感じたし、でも本当そうなんだよ、一本乗ってみてあみたいなのあったね。それはその後にミュージック乗ってみて、いや俺ああいう板は全く乗ったことなかったから、すごいなんだろう、今までになかったですね、感じたことがなかった。で実際149センチのミュージックシーズン初め乗ってて、で今まで乗ってた板より一番長い板乗ってたサイズよりもやっぱ8センチぐらい短い板いきなり乗って、でまあ膝ぐらいのパウダーだったら全然もう遊べる感じで、あの板は今までに本当乗ったことなかったから、ああいう感じは。ブーツ、いやブーツもやっぱ足回りはやっぱ自分の中で一番今まですごいこだわってたから、そこでリラックスと出会えてそれを試してみたら、本当いやすげえよかった、すごいよくて、これでいけるっても自分で思ったし、
本当足回り本当結構俺自分の中ではすげえこだわってるから、そこででもやっぱ履いてみて試してみてすごい調子良くて、でブーツでバインディングユニオンのアトラスっていうモデルを使わせてもらってて、それまあブーツとバインディングもすごい相性良くて、本当今までスノーボードやってきたのをことがもう何もこう抵抗なく滑れたですね。安全で、で本当もう短い期間でそのダブルっていうのを覚えたかったから、その俺が思ってた練習したかったことがそのバグジャンプでできたから、すごい大きかったかな。まあ、その日やろうと思ってた、そこについて、うん、もうイメージはできてたから、あとはもうやるってなってたから、あとはどこでそれを出そうかっていうのを思ってて、でその思ったのがあそこかな。抜いた瞬間、抜いてグラブした瞬間、もうこの体勢はいけるって思って、でやっぱ着地もやっぱランディング見えたし、嬉しかったね。テンション超上がったもんね。パークでも残したかったから、で春の戸倉でスキー場終わってビッグキッカーでまた撮影できることになって、そこでで達くんにおいどりしてもらって残せて、でめっちゃ嬉しかったね。嬉しかったね。テンション上がったね。あれはもうシーズン終わりにあれは絶対残したいっていうイメージはあったから、もうそれを残せてその時はすごい嬉しくて、また次の目標できたし、スノーボード始めたのは小学校6年生かな、6年生の冬、20年目、まだまだだね。ずっとやってくれ。自由だね、スノーボードは。そこをやっぱり自分の思ってるスタイルを出せるのがやっぱスノーボードだね。ほんとあの一本の板で
まあ、自分の思ってることを表現できる、それを雪山で自然の場所でやれるっていうのがやっぱすごい魅力。スノーボードは本当自分の思ってることを表現して滑れるから飽きないですね。で失敗するのも楽しいし、でできた時もっと楽しいし、でその気持ちが今かな。何やってても楽しいし、そこを完成させて自分のイメージしてる形とかそういうのが完成されて大会とか撮影とかで残していろんな人に見てもらえて、で印象に残ってもらえたら、ね、友達と滑ってちっちゃいジャンプ飛んで失敗してワイワイ楽しく楽しく やるのがやっぱスノーボードだと思うし、そこからやっぱりまたどんどん広がっていくし、で山に行けばいろんな人と出会えるし、そこでまたつながりも増えてくるし、うん、で本当雪山で自然と一緒に触れてやれるっていうのがやっぱ本当スノーボードの楽しさだし、帰りにみんなの温泉入って今日良かったねっていう話するのもすごい楽しいし、ほんとそれもうスノーボードで心もリフレッシュされて、で次の日仕事また1週間頑張ろうみたいな気持ちになれると思うし、でまた多分スノーボードを一回履いたら多分またやりたいって絶対思うし、自分もそうだったから、やっぱそういうスノーボードを楽しいことをやっぱ、うん、もっとこういろんな人に知ってもらいたいし、そうだね、この映像を見てもらってこれから一緒にもっとこう一緒の気持ちでこう一緒にスノーボードを盛り上げていけたらすごい嬉しいんで、一緒にやろうみたいな感じですね。もう感じですよ、本当。